この回は入管法改悪に反対する大集会、もう一度廃案にです。呼びかけ団体は反貧困ネットワーク、フリーウシク、セーブイミグランツ大阪、ボイスアップジャパン、リベルフォーザフューチャー、収容ではなく安心安全な暮らしをになります。よろしくお願いします。はじめに本集会では、グランドルールを設けておりますので、読み上げさせていただきます。1、ジェンダー、セクシャリティ、人種、国籍、話す言葉、出身地、障害、年齢、雇用状況などによる差別発言、差別的な扱いをここで禁止します。2、見た目で判断しないでください。ジェンダー、国籍など相手のことを決めつけないでください。3、当事者への影響を念頭に置いて行動をお願いします。特に難民、移民、当事者の方の利益、不利益が、起こらないようにどうかご注意ください。4、言葉、表現に、くれぐれ注意をお願いします。言葉を意識して、様々なコミュニケーション方法を尊重してください。5、無理に参加しないでください。本当に今日結構昼間暑かったりしますので、しんどい、具合が悪い、疲れた等々あると思います。その時はぜひ気兼ねなく休んでください。6、プライバシーを守りましょう。撮影録画禁止ゾーン、先ほどお知らせしましたが、国会議事堂向かって左手にございます。またそこに当事者も参加されていますので、プライバシーぜひ守ってください。それからですね、この集会全体、抗議全体の写真撮影は、仕方がないんですけれども、個人をピックアップして写真を撮影する場合、必ずその方に、お断りをお願いいたします。個人の方を、ピックアップして撮影される方は一言お断りを必ずお願いいたします。さまざまな事情を抱えていらっしゃる方がいるので、ぜひお願いいたします。7番、声出しゾーンというか、声出しをするんですけれども、マスクの着用ぜひお願いいたします。気軽に医療機関にかかれない方、保険証がなくて金銭的に難しいという方も参加しています。ぜひ少しでも感染リスク、下げたいですので、マスクの着用をお願いしております。8、困ったら黄色い腕章をしているスタッフにお声掛けをお願いします。黄色い腕章もしくは、ちょっと腕章足りなくなってしまって、緑色のテープにスタッフと書いているんですけれども、そちらに、お声掛けをお願いいたします。以上がグランドルールになります。詳しく知りたい方はぜひツイッター等で、グランドルールをご確認をお願いいたします。再度ちょっとしつこいようなんですが、ちょっと前回トラブルになりましたので、もう一度個人をピックアップして撮影される方場合は必ずご本人に、お断りをお願いいたします。それでは早速始めさせていただきたいと思います。最初に、反貧困ネットワークの瀬戸大作さん、お願いいたします。はい、お疲れ様です。確かここで集会やったのおとといですよね。でおとといその集会をやって、これだけ、5500人の仲間が集まって、その日の夜にその立憲やその野党が本当に頑張ってですね、その問責決議案を出してくれたと。これはやっぱすごかったと思います。でこれだけ集まって、その野党の議員とこの市民が一緒になって作ってきているということだと思います。で実は昨日ですね、国会前 の, その議員会館前でスタンディングがありました、質問がありました。でそこで昨日その強行採決がなくなったんだけども、僕らの仲間が急遽集まって、昨日の2時ぐらいに今日ここで集会をやろうというふうに決めました。本当にたくさん集まってくれてありがとうございます。ブースの方へ移動お願いします。
僕自身はですね、今ほとんど夕方の時間は、夕方から夜の時間は自分の地域で、スタンディングをしています。そうした時にブースの方も移動お願いします。やっぱりその道行く人々との対話が増えています。なんで対話が増えているのか、そうした時にこの問題についてのおかしさを気づいている人たちが増えている。事実は一つなんだけども、そのこの間の政府与党入管庁も含めてですね、事実をやっぱりねじ曲げてきたと。その事実がどん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 剥がれてくると。デマ、デマ隠蔽、そのことについて気づいてくる市民が増えています。それは私たち自身がここで集まってですね、各地域で本当にその100カ所ぐらいのところでスタンディングをやってですね、このことをやっぱり一生懸命訴えてきた成果だと思います。今日参議院で、法務大臣の問責決議が否決されました。また明日の朝、勝負の朝を迎えます。今日もたくさんのその国会議員が、野党の国会議員が来ています。これこの問題で本当にその野党の国会議員と僕らはやっぱりつながれたんですよね。つながれたと思います。また引き続き応援していきたいと思います。でなんとかですね、明日のところでその法務委員会が朝10時から始まる予定です。あらゆるその手段を取ってですね、その採決をさせない、審議をさせない、このことについて僕ら自身も、私たち自身も最後の最後までですね、声を上げていきたいと思います。そのための集会です。本当にですね、僕らが出会ってきた仲間たち、出会っていない仲間たち、その人たちが本当に交際でしょうなかもしれない。今日もそのハインコネットワークの方に連絡が来ています。もう入管に呼ばれていると。怖くて怖くてしょうがなくて眠れない、そういう声がですね、どこの支援団体のところにもあちこち来ています。そのことをやっぱり心配させないですね、平気だよと、これからも共に生きていけるんだということをですね、本当に約束できるような結果を作っていきましょう。本当に結果を作らないといけません。共に行きましょう。誰も殺すな。はい、以上です。じゃあ今日も集会よろしくお願いします。じゃあコール、じゃあ妙子のコールです。あ、皆さんこんにちは。皆さん準備はいいですか？この法案を通せますか？はい、いきます。入管法改悪、反対。昨日やったの、入管法改悪反対って、反対反対反対を3回。あとは誰も殺すなって言ったら、殺すな殺すな殺すな。あとはまあ鳥さん、あ、まあ大先輩の鳥さんがやってるのこと、入管法ノー、それで最後にします。はい、入管法改悪反対反対反対、入管法改悪反対反対反対、仲間を殺すな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 、仲間を殺すな、入管法ノー、入管法ノー、入管法ノー。ありがとうございます。妙さん、ありがとうございました。それでは、次のスピーカーをご紹介します。法案フォーラム共同代表の、藤本康成さんにお越しいただいております。
願いします。皆さんこんばんは。昨日のお昼にお電話もらって、今晩緊急集会だ、ああ大丈夫かな、集まるのかな、こんなにいっぱい集まっていただきました、心から感謝します。政府与党と維新の会など、明日にも入管法改正案を強行採決しようとしています。この間国会論議の中でさまざまな問題が見えてきました。そもそも入管法改正案に立法事実なんかあるのですか。はい、ないです。ブースの中の参加お願いします。入管行政は戦後植民地であった朝鮮出身者を追い返すことから始まっています。日本で暮らしている在日コリアンは現在20万人ぐらい、戦後間もなくには200万人もの人々が日本で暮らしていたと言われています。自らの植民地支配が招いた問題だったのではないですか。その中で多くの人権侵害が日本社会は引き起こしてきました。日本社会は未だに差別を繰り返しています。放置されてきたヘイトスピーチは多くの人々を傷つけてきました。植民地支配から始まった差別は未だに払拭されずにいます。私たちは日本社会の中に在日朝鮮人への差別、アイヌ民族への差別、沖縄出身者への差別、そしてブラック差別、障害者への差別、女性差別、 LGBT 者への差別、多くの差別があることにしっかりと向き合ってきたのでしょうか。今回の入管法改正、外国人への差別は日本社会の差別としっかり私たち自身も向き合ってこなかった、社会の根本に差別の種を残してきてしまった、そこに問題があるのではないですか。そうだ。果実銀会館前で外国籍の難民の子どもたちの声を聞きました。私は弁護士になりたい、そして外国人の人権を守りたい、僕はサッカーの選手になりたいんだ、看護師になりたい、元気いっぱいに多くの夢を語ってくれました。難民の永住許可をもらえない子どもたち、勉強を一生懸命頑張っても国内で仕事に就くことができません。子どもたちは夢を実現するために学んできます。社会とどうコミットするかを考え、そして勉強をしてきます。日本社会は子どもたちから学びの目的とその夢を奪い取っているのではないでしょうか。そうだ。今年5月に子ども基本法が施行されました。その基本理念にはこう書いてあります。すべての子どもについて個人として尊重されること、基本的人権が保障されること、差別的取り扱いを受けるようなことが受けることがないようにすること、建前と本音のこの大きな違いに私たちは驚かされます。日本政府は国連の条約には従わなくてよいと閣議決定していると聞いています。条約に批准したらそれを守る義務が生じる、当たり前の話ではないですか。日本政府は恥ずかしいから条約は批准するけれども国内では適用しない、そう言っているんですか。
そんな国に素晴らしい未来が来るはずはありません。私たちは私たち自身のために、日本社会のために、日本の将来、日本の未来のために、入管法改正案阻止最後まで頑張っていきましょう。ありがとうございます。平和フォーラム共同代表の藤本康成さんでした。ありがとうございました。それでは、ちょっとここで皆さんに、お知らせがあります。今ちょっと、桜田門方面、がちょっと混み合っております。一方国会議事堂の方の道結構空いているそうなので、ぜひもし今からいらっしゃった、入る場所がないという方は国会議事堂の方の駅の方の、道にお進みください。それでは、今日たくさんの方が多分光るものを持ってきてくださっていると思います。ちょっと光り物をちょっと今挙げていただけますか。ありがとうございます。すごく後ろの方まで人がもうかなり集まっていらっしゃるのがよく見えます。はい、それではちょっとここで、一瞬コールを入れさせていただきたいと思います。安丸さんいらっしゃってますか。私が映り込んじゃうけど。コールいきます。人権守れ、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 すべての人の人権守れ、すべての人の人権守れ、人権守らぬ政府はいらない、人権守らぬ政治家いらない、人権守らぬ
皆さんありがとうございました。結構頻繁にコール入れてきますので、ぜひ声を枯らさないように、そして水分補給、とても大事なので水分補給忘れないようにお願いします。ここで、フォトジャーナリストの安田夏樹さんからメッセージをいただいております。安田夏樹さんのメッセージ少し代読させていただきます。皆さんこんばんは。フォトジャーナリストの安田夏樹です。今日は残念ながら東京を離れているため、一人の取材者として、一人の人間として、法案に抱く怒りをメッセージとしてお伝えしたいと思います。素敵な話になりますが、私の父方の家族は在日コリアンですけれども、それを知ったのは中学2年生の時、父が亡くなったその後でした。何が父の命を追い詰めたのか、ブース内での参加お願いします。何が父を絶望させたのか、ブース内での参加お願いします。そしてなぜ父は出自を語らなかったのか、私はそれが知りたくて近年そのルーツをたどる旅を続けてきました。そこから改めて見えてきた日本社会の姿があります。戦中、そして戦後になっても主に在日コリアンを想定した外国人を日本政府は生活の主体、権利の主体として見るのではなく、管理し、監視し、それによって治安を維持しようとしてきました。犯罪者に違いない、いざとなれば送り返してしまおう、そんな眼差しを政府が向け続ければ当然差別が吹き荒れます。時にルーツを語りたくても語れない、語ることができない社会がそこにはありました。私の祖父母の生きた時代から80年、果たして社会は変わったでしょうか。古くから在日コリアンに向けられてきた出て行けという言葉が、今命の危険から逃れてきた人々や在留資格を失ってしまった人々に向けられ、それがさらに制度化され、制度化までされようとしています。これが差別の法制化と言わず何と呼べるでしょうか。人を殺す法案にイエスということなど到底できません。そうだ、余談ですが、私が心の支えにしている自殺対策のポスターに書かれていたこんな言葉があります。弱かったのは個人ではなく社会の支えでした。これはあらゆることに言えるはずです。命の危険から逃れてきた人たちや在留資格を失ってしまった人たちが弱いのではありません。弱かったのはそうした人たちの声に耳を傾けてこなかった日本政府の聞く力です。この社会からの声にも国際社会からの声にも聞いていないのか、聞こえないふりをしているのか、帰れみようとしないよと、そして政府ですが、彼らが振り向くまで声を上げましょう。彼らが向き合うまで声を届けましょう。つけかって殴らせてたまるか、この不条理を止めるまで今日ここからまた声を持ち寄っていきましょう。ここに集い、またここに心を寄せる全ての人へ感謝とリスペクトを込めて、フォトジャーナリスト安田夏樹、以上メッセージを代読させていただきました。それではちょっと今なんか
そこで大きい声で揉めているというか、あのアナウンスが来ているんですが、ちょっとあの通路確保にあの結構そのピリピリされているようなので、ぜひあのちょっとあのスピーチも聞こえなくなってしまいますので、ぜひあの通路確保にだけあの協力をお願いします。それからですね、救護班が、そろそろ到着しますので、もし具合が悪くなったという方がいらっしゃいましたら、桜田門方面の方に救護車止まっておりますので、ぜひそちらにお進みください。それから再度のお知らせになりますが、撮影禁止エリアが設けられています。国会議事堂向かって左手奥です。そちらは、撮影をご遠慮ください。おじさん、はい、撮影 NG です。それではまたちょっとあの声を出していきたいと思います。ライトを持っている方、あのぜひライトをお願いします。ああ聞こえますか。はい、ちょっとシンプルなコールでいきたいと思います。入管法の解約反対、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 日本に住む外国籍の方、外国にルーツのある方へのサポートをしてこられました。最近は SNS で入管の数字マジックというシリーズを公開されています。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。お疲れ様です。弁護士の西山敦子と申します。
の意思を変えたり自分の思う通りにするために身体的精神的に重い苦痛を与えることを拷問と言います。自分は難民だという男性を強制送還という名のもとに何人もの入管職員で取り押さえ苦痛に叫ぶ彼を映した動画が公開されました。ご覧になった方も多いんではないでしょうか。456人、これは入管が去年送還しようと目標を立てていた人数です。217人、これは先ほどの動画の彼のように職員が無理やり飛行機に乗せて送り返そうとした人数です。入管はすでに彼らを数字としか見ていません。人の命と一人一人人生と家族と友人との絆があるのに人を単なる数字とみなして追い返そうとしている。私はこれを真相と恐ろしいと思っています。数字だけではありません。人を人として扱わないこと、誰かの憎悪の対象にして煽って社会から排除する、命まで奪う。私たちはこれを絶対に許してはいけません。人と人として扱わないこと、これはもう例えでも何でもなくてナチスのホロコーストと地続きなのではありませんか。ソラーは選挙で選ばれて次々に人の命を奪う悪法を生み出していきました。民主主義はこんなにも簡単に崩れていくんだと歴史は示しています。でも私は前回ここに立った時に皆さんに言いました。変えられるのは私たちだって。あれからどんどんアクションする人が増えて野党の皆さんがそれに応えてくれて2回の採決を止めました。私たちはすでに政治を動かしてるんじゃないでしょうか。私たちが今日まで戦い抜いたことだけじゃなくて戦いを始めたことも誇りに思いたいと思います。最後に野党の議員の方にお願いします。どうか衆議院でも斉藤法務大臣の不信任決議案を出してください。どうもありがとうございました。西山敦子弁護士ありがとうございました。それでは次の登壇者ですが、次は、入管法改悪に反対する在日コリアンの声明を、少し読み上げさせていただきます。在日コリアンの声明には、2年前の入管法改悪案が出た際、在日コリアンの100名以上の方が賛同した声明になっています。そのお一人である N さんに声明を読んでいただきます。入管法は植民地支配をした人たちから国籍剥奪をした際に作られ、多くの朝鮮、台湾、中国大陸出身の人たちが抑圧、収容されてきました。オールドカマーの生活や
成功、創造してきたものが今を作っています。それでは N さんよろしくお願いします。N さんですが、撮影をちょっとご遠慮いただきたい方になっております。撮影をされている方は、撮影をご遠慮ください。では学生さんですが、 N さんよろしくお願いします。外国人の人権保障は外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、外国人在留制度の枠を超える部分は人権保障が及ばない。これは約45年前に最高裁で出されたマクリン事件判決の一節です。この判決をもとに出入国に関する事柄については、国民主権のもと極めて広い立法裁量が入管に与えられています。45年前の判決です。この広い裁量の中で、人間の生活、暮らし、命までもが不当な形で奪い続けられています。このどこまでも理不尽な広い裁量は一体いつまで与えられ続けるのでしょうか。私は日本で生まれ育った在日コリアン3世です。祖父の代から含めれば100年以上日本にいます。この日本以外に私の生活の基盤はありません。そんな私に与えられた肩書きは特別永住者です。私はこの言葉を目にするたびに、そして耳にするたびに、判決が言っている通り、ここで暮らすことを在留制度の枠内で許されているだけでしかないのだと思わされます。入管の問題は私たち在日コリアンの問題でもあります。それでは声明文を読ませていただきます。現在入管法改悪案が日本の国会で審議されています。近年、非正規員、難民を何年も収容するという長期収容問題が世界からも批判されており、日本政府は長期収容問題を解消するため入管法を改定しようとしています。しかし与党によって出された改定案は、長期収容問題を根本的に解決しようとするものではなく、むしろ移民・難民の方の立場をますます危うくするものです。今日本社会で生きる移民・難民の方たちを取り巻く問題は、在日コリアンにとって決して他人事ではありません。入管の問題は在日コリアンの歴史とも密接に結びついているからです。植民地支配からの解放後、在日コリアンは持ち出せる資材の制限ゆえ日本に留まるか、たとえ朝鮮へ帰っても政局の混乱や家族離散により生活のめどが立たないため、多くが日本へと舞い戻りました。再来日した密航者を収容した施設は待遇がひどく、餓死、病死者が相次ぎました。1945年以前から日本に留まっていた韓国籍、朝鮮籍の在日コリアンとその子孫は、1991年に入管特例法によって3世以降も特別永住資格を得ることができました。しかし、いまだに政権の方針や考え方によって、一部の在日コリアンに対しても出入国管理をめぐり差別、抑圧、迫害が起こっています。また全体的な問題として、たとえ特別移住者であっても、いまだに退去強制の対象であり、いまだに再入国許可制度の対象として、再入国許可の期限を過ぎた場合はいつでも在留資格が失われる危険と隣り合わせであること、そもそも在日朝鮮人の中でもいまだに韓国籍と朝鮮籍者、あるいは1945年9月2日以前から引き続き日本に在留していた人、その子孫、そうではない人、その子孫、いわゆる密航者との間に歴史的背景は同じであるにもかかわらず、在留資格、法的地位の差があり、それが是正されていないことなど課題は残っています。そのような中、今回の入管法改悪問題は在日コリアンに対する日本政府の方針と密接につながり、両者ともに現在進行形の日本の植民地主義、人種、民族差別、レイシズムの表れだということができます。今、1世や2世から続く歴史の証人として、在日コリアンが過去から現在への橋渡しをする必要があると感じます。また私たちは人種差別撤廃条約が義務付ける反レイシズム法が存在せず、
入管法のレイシズムが何の規制もかからないまま差別政策に利用されてきたことをよく知っています。私たちは在日コリアンとして移民・難民の立場を一層厳しくする入管法改悪に反対します。以上です。ありがとうございました。N さんありがとうございました。だいぶ人が集まってきました。後ろの方まで集まってきました。一度ちょっとこの後議員さんたちに、登壇いただくのですが、ちょっと人数どれぐらい集まっているかお見せしたいので、またライトをちょっとごめんのなんですが、よろしくお願いします。それから少しちょっと皆さんの声も届けていきたいと思うので、ちょっとまた発声お願いいたします。いきます。入管法改悪反対といきます。入管法の改悪反対、入管法の改悪反対、入管法の改悪反対、強行採決絶対反対、強行採決絶対反対、強行採決絶対反対、上に上がっていただけたらと思います。石橋通宏議員が駆けつけてくださっています。ずっと、坂の下の方から上がらせていただいてきたのですが、本当に遠くの方までこんなに多くの皆さんに、この場所に集まっていただいて、本当に皆さんの思いを声援をいただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にご紹介いただきました、立憲民主党で今回の我々野党案、難民等保護法案、入管法改正案、筆頭発議者として、国会に出させていただきました、立憲民主党参議院議員の石橋通宏です。本当にありがとうございます。皆さんの声援応援、今日今先に立憲民主党チームが、登壇させていただいておりますが、内越参議院議員と古賀参議院議員と、それから石垣参議院議員と、一緒に岸君も参議院議員が4人揃って、おりますけれども、一言、連帯のご挨拶をさせていただければと思いますが、今日の本会議の、法務大臣問責決議案の趣旨説明お聞きいただいたでしょうか。来ました。今日の問責決議案を、昨日出させていただいたわけですが、この問責決議案を最終的に出すことができたのは皆さんの声援のおかげです。月曜日の夜にこの場所での集会、本当に多くの皆さん5000人以上、5500人
いや、すっごい数の皆さんが集まっていただいて、政府案は絶対ダメだと。そうだ、政府案は廃案だと。そして野党案こそ成立させるべきだと。本当に多くの皆さんに応援をいただいた。そしてこの場所だけではなくて、全国で何十箇所、ものすごい全国各地でこういった集会をやっていただいて、集まっていただいて声を上げていただいた。まあ本当に初めてこんな集会に参加された、そんな学生さんたち、若い人たち、そういう人たちも声を上げていただいた。その皆さんの声が私たちを動かして、問責決議案提出させていただいたわけです。その力、その皆さんの思いを受けて、今日は参議院本会議で法務大臣問責決議案、魂を込めて演説をさせていただきました。もう時間ないということなので中身は繰り返しません。もしまだお聞きいただいてない方いたら、動画で見ていただけるので、動画でご覧をいただければ、なぜ政府案がダメなのか、なぜ入管ではダメなのか、もう入管には任せておれないと。だから入管はもうお役目ごめんで、ちゃんとした第三者委員会を立ち上げて、国際基準にのっとって守るべき人権を守って、保護すべき人たちをちゃんと保護して、私たちが国際社会に恥ずかしくない形を作ろうと、その思いを訴えさせていただきました。残念ながら問責決議案は悔しいけど否決をされましたが、でも思いは皆さんと共有させていただいたと思います。私たちは決して諦めない、その思いでこれからも皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。どうかこの場に集まっていただいた皆さんも、この場には来れなかったけれども、思いを共有していただいている全国の皆さんと力と心と思いを合わせて、私たちはこれからも全力で戦っていきますので、どうか引き続きの応援激励ご支援いただきますようお願いをさせていただいて、私からの一言、連帯のご挨拶とさせていただきます。これからも頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。立憲民主党の石橋通宏参議院でした。本当に問責決議案出たのは、多分皆さんが日曜日の夜大勢集まって、やっぱりあれだけ声を出した、またこれまでの全国の動きあったからだと思います。本当に大事なアクションだったと思います。ちょっとここでまた次の議員さんたちをお呼びする前に、またちょっと声を声援を届けていきたいと思います。ちょっとまたライトを出せる方は出してください。います。入管法の改悪反対、入管法の改悪反対、どうぞ。
回のまさに開始の時からずっと後ろでスピーチを聞いてくださっていました。本村信子議員と平井よしこ議員です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の参議院議員平井よしこです。そして本村信子衆議院議員ともども参りました。今法務委員会で先頭に立って頑張っている三木総平参議院議員は明日の準備頑張っております。皆さんによろしくと伝えてもらってますので共に頑張りましょう。改めて松本党に先ほどもありました今日の参議院本会議で出された問責決議案が否決されてしまったことを抗議したいと思います。問責決議の反対討論に立ったのは公明党だけでした。その公明党は開口一番大臣はどんな質問にも答弁をはぐらかすことなくそして終始真摯な答弁を続けてきたなどという可愛らしい発言してさらには今回の問責決議案は審議日程を遅らせるだけの抵抗などといったありえない話です。問責決議案は日程を遅らせるためのものじゃない、廃案にするための決議案じゃないですか。こんな法を強行しようとするような大臣はその任にふさわしくないからやめさせようと市民の皆さんの声があったから出された決議案じゃないですか。これをそんな言い方で書かすやり方、私はどうしても許せません。さらに許せないのはさっき言った通り反対討論に立ったのが公明党だけ、自民党は討論にも立ちませんでした。さっさと数の力で否決してしまえと議論を軽視するその姿勢、とてもじゃないけど言論の不妊いる議員のやり方とは思えない、民主主義の危機なのではないですか。法務大臣、丁寧な答弁、真摯な答弁なんてできていません。皆さんご存知の通りこの間の議論の過程でさまざまな問題が噴出して、ずさんな難民審査のあり方、医療体制だって崩壊していたと、適切ではなかったということが明らかになって、立法事実、大臣の答弁していた立法事実は全てことごとく崩壊したじゃないですか。それを強行する大臣なんて認められるわけがないんです。何よりこの法案が人権、命の問題であることは明らかです。今日問責決議の賛成討論に立った新井議員が紹介していたのは、東京入管の職員が小学生の子供の前で裁判中は親はいつでも収容できる、子供は児相送りにできるんだと脅したということです。それを聞いた子供が毎日パパとママはいつ捕まるのって聞いていた。そして相談に乗った弁護士に対して土下座して助けてくださいって言ったという。私はこの話聞いて涙をこらえるのが必死でした。こんな小さな子供にまで不安や恐怖を与えるようなこういう今の入管行政が許せるわけがありません。そのままでいいわけがありません。さらに権限を与えて強制送還できるようにするなんて絶対に許せないじゃないですか。こんな悪法は廃案にするしかないんです。難民行政はもう入管任せにしないで第三者機関が担うようにすべきでしょう。そういう野党の法案こそ成立させるべきではありませんか。いよいよ明日10時開会予定の法務委員会では冒頭に採決が強行されようとしています。私たち日本共産党は最後まで採決の強行に
反対します。平和を求め続けてまいります。ミリさんもその先頭に立ってまいります。ぜひとも諦めないで、2回も採決止めたんだから、みんなの声で廃案を求めていこうではありませんか。そして外国人も日本人も全ての人の命と人権と尊厳が本当に守られる、そういう社会を目指していこうではありませんか。諦めずに頑張り抜く決意申し上げまして、スピーチとします。共に頑張りましょう。あ、もしよかったら本村議員も、もしよかったら本村議員もご発言ください。はい、入管法、私は愛知の出身で、ウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件で問われているのは、命と尊厳を軽視した入管行政を本当に変えることができるかどうか、このことが今この国に突きつけられているのではないでしょうか。しかし今回の入管法の改悪法案は命と尊厳を軽視している、そして国際人権法に違反をしている、こんな法案賛成できるはずがないじゃないですか。野党の対案こそが希望です。野党の対案こそが希望の光です。この方向に向かって皆さんと共に頑張り抜くことを決意を申し上げ、廃案に向けて一生頑張る決意をさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。本村のご議員ありがとうございました。それではちょっとまた、せっかくなんで皆さんの声をまた届けたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。さっきキラ議員とかも言われたけど、まあ、ここにいらっしゃってる皆さん全員一番よく分かってると思うんですけど、明日採決が強行される見込みです。瀬戸際です。温度を上げていきましょう。こうします。入管法改悪反対、入管法改悪反対、強行採決絶対やめろ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 。
絶対反対。水分補給を忘れないようにください。とてもこちらまで本当に大きい声が届いております。それではまた議員の方に、ご登壇いただきます。高谷哲美議員、沖縄の風、高谷哲美議員です。参議院です。よろしくお願いいたします。はい、皆さん頑張ってますね。紹介いただきました参議院の沖縄の風、ぬちづる宝でございます。ぬちづる宝はですね、沖縄戦の教えといいます、教訓です。命こそ宝物、みんなの命こそ宝物、これが今の戦後の日本の生まれ変わった憲法の基本にあるのがこれなんです。人間の尊厳、個人の尊厳、これが真ん中にあって、平和もあり、国民主権もあり、そして基本的人権の尊重が何よりもあるということです。今日ですね、本会議で石橋議員、本当に憲法の話もしました。感動的でした。ぜひ先ほど動画を見てくださいということですから、私もまた見てみます。実物以外にも見てみたいと思います。そしてそこにあったのはですね、憲法の全文、普通は全文というとね、大体恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利というところなんでしょうけど、今日はですね、この他に先制と礼従、圧迫と偏見をこの地上から永遠に除去しようとする国際社会の中で、日本は名誉ある地位を占めたいと思うと、これを忘れているのか日本の政府は。名誉というのはこれ自分に誓っていることですよね。そしてなんと今日のですね、反対討論に回った人たち、これ実はかなり心はですね、沈んでいました。そうだろう、やっぱり人間ならみんな一緒に生きるということが、共生するということがとても大事なんです。
今日実はですね、先ほどもう1時間ぐらい前ですけども、経済財政会議、こちらが骨太の方針ということで、日本のこれからの基本政策として出したのが外国人との共生と出してるんです。何だそれ。それならやることは決まってるだろう。文化法変えろ。これじゃダメだ。野党案に変えろ。これが大事なことだ。言葉だけではいけないですよね、本当に。そしてさらに今日反対討論に立った方はこう言いました。この入管法の政府案こそがちゃんと守れるようになってるんですと、難民の方々を。嘘でしょ。これじゃダメでしょ。そして大臣も問責されるのが当たり前のような大臣なんだ今のは。憲法はもう一つ99条で、憲法を遵守する義務があるのは国民ではなくて総理大臣、天皇も入ってる、摂政も入ってる、そして国務大臣、さらには国会議員も入ってる。だからこそ憲法に違反しない法律を作っていく、そういうふうなことが国会議員には課されてるわけですよ。この野党案こそがそこを守っている。政府の出している、あるいは与党が出しているこの法案は、これはもう憲法違反がふんだんに入っている。そうだ。適正な手続きで作られてますか。人権を尊重してますか。してない。してないですよ。これは適正な手続きというのはあるべき、本来あるべきということです。本来あるべき入管の制度というのは、個人の尊厳を、人間の尊厳を基礎に置いた、そういう入管制度じゃないといけないじゃないですか。そうだ。明日朝公務員会、強行採決されようというようなところだと思います。私も朝10時から別の委員会がありますが、休もうかな。休んでいこうかな。法務委員会に選ばれる子もかな。できることならこれ頑張りたい。かぶってるかぶってる。皆さんの力で一緒にこの廃案を取れるように、そしてきちんとこの日本の中の名誉を一緒に国民と共に、外国人と共に、人間の尊厳を守っていく、そういう形で頑張ってまいりましょう。高良議員ありがとうございました。沖縄の風の高良議員でした。ちょっと本日どうしても来れなかったということなんですけれども、社会民主党の福島みずほさん、月曜日にもいらしてましたが、福島みずほさんからも皆さん共に頑張りましょうという声が届いております。今はこの場に集まっている方、もちろんこの場に集まるだけでなく、普段日々地道な活動を続けられてきた方とても多いと思うかと思いますが、ぜひこの後家に帰った後にですね、やっていただきたいアクションがありますのでご紹介いたします。本当に参議院での放送の問責決議案が出た後に、やっぱりメディアの報道もだいぶ増えました。で、ここで衆議院でも放送の不信任決議案出せれば、さらに時間を作れる可能性があります。放送不信任決議案ぜひ出していただきたいというのがあります。入管法に反対する皆さん、ぜひファックス、もしくはメールまたは電話、できる方いましたらメッセージを、立憲民主党、泉健太さん、安住さん、長島さん、ぜひファックスお送りしていただきたいです。で、連絡先なのですが、フリーウシクの SNS アカウントで、リスト公開しておりますので、ぜひご覧になってください。なかなか難しいことではあるかと思うんですけれども、不信任決議案ぜひ出して時間を稼いでいただきたいと思っています。またですね、それだけでなく
メディアに対してももっと報道しろと。もう大学でですね、後輩と話していても、あ、知らないと、そんな問題が起きていたこと知りませんでしたとって言われたから、調べたら本当に大問題だったと。なんでメディアは報道しないんですかねと言っていました。なんでメディアは報道しないんですかね。ぜひ皆さん、マスメディアにももっと報道をと、問題、この問題私よく分かっていませんとか、よく知らない人まだまだいますと、そんな知らぬ間に決まっていくのおかしいということを、ぜひマスメディアにファックス、メール、電話入れていきましょう。それからですね、もちろん、改革入管法を通そうとしている与党にはファックス、メール、じゃんじゃん送りたい、電話、じゃんじゃんかけていきたいです。やっぱり政治家、国民、市民、この国に暮らすすべての人の声を聞く義務があるはずです。そうだ、政治はこの国に住むすべての人のためにあるはずです。共に暮らすためにあるはずです。ぜひすべての人の声を聞いてほしい、そういうことを届けていきたいと思っていますので、ぜひ、メール、ファックス、電話どんどんやっていきましょうということで、オープンザ、オープンザゲートフォーオールっていう、アカウントや、フリュー宿でも、連絡先公開しておりますので、ぜひ調べて連絡を入れてくださいということで、またせっかく議員の皆さんいらしているので、また声を届けたいと思います。皆さんライトの準備 OK でしょうか。よろしくお願いします。コールやります。声出せますか。コールいきます。入管法の改悪反対、強行採決絶対反対。
ありがとうございました。次に登壇していただくのは、いずれん理事長、理事を務められています高谷幸さんです。よろしくお願いします。高谷さんは移民政策の研究者であり、また現場に立つ支援者でもいらっしゃる方です。高谷さんお願いします。皆さんこんばんは。お疲れ様です。私から少し今日は古い話をしたいと思います。1960年代後半、ベトナム反戦、米英の人たちが朝鮮半島からの密航者に出会いました。その一人、日本で生まれ朝鮮半島で育った一人の密航者、彼は大村収容所に収容されていたのですが、その彼が収容所の実態は旧日本帝国の日本政府の姿をそこに見ることができると言っても過言ではない、日本の戦後も平和憲法の影もそこにはないと指摘しました。つまり彼は収容所に戦後日本という民主主義社会の中に温存された戦前あるいは反民主主義的な空間を見出したのでした。一方、それから10年後の1980年、入管は発足30周年を記念した文書を公表しています。当時は国際人権規約を批准したばかりで、また難民条約の加入が批准されていた時期にあたります。しかし入管は当時の入管制度のあり方を、単一民族が島国でかなり閉鎖的に生きてきたこと、機会があれば日本への移住を実現させたいと願っているかなりの数の外国人が周辺諸国にいる環境を理由に正当化していました。同時に入管はこれまでもずっと外国人の出入国は主権国家の自由裁量であり、自分たちはその主権を執行しているだけだとして自らを正当化してきました。つまり一人の密航者が戦前あるいは反民主主義的な空間とした収容所、入管は自ら正しいやり方として誇ってきたのです。そして現代はでもたびたび起きている収容所や送還時における拷問のような暴力を見ると、入管の思想と行動は当時とほとんど変わっていないことがわかると思います。しかし社会は大きく変わりました。入管の思想は当時でも誤りがありましたが、現在なお一層間違いとなっています。まずそもそも日本は単一民族国家ではありません。沖縄のアイヌの人々、植民地支配のもと日本に移住してきたコリアンや台湾人とその子孫、戦後日本多様な形で移民してきた人々、こうして現在日本には300万人以上の移民難民の人たちが暮らしています。また周辺国との関係も大きく変わりました。アジアの多くの国が移民受け入れ国となる中、日本は選ばれる国なのかという声も高まっています。さらに外国人の出入国は主権国家の自由裁量という入管の禁錮玉状ももはや国際的なスタンダードではありません。言うまでもなく難民の受け入れは難民参与員の方が言われてたことですが、主権国家の裁量などと言われてましたが全く関係ありません。迫害から逃れてきた人々を受け入れるのは難民条約に加入している国の責任です。またそれ以外の民の人たちにも家族の結婚権や人権が保障されることは言うまでもありません。入管の主張は戦前どれだけ新しく見積もっても昭和の価値観なのです。このように入管が時代錯誤的な価値観に固執している間も世界の人権規範は大きく変わり続けています。この世界的な人権規範のアップデートに影響を与えてきたことの一つは、世界中で起きている難民や移民たちの権利と尊厳を求める運動です。日本でも1960年代末から70年代初頭にかけて市民運動の力などによって入管法案は4回廃案に追い込まれています。つまり国境を越えて移動する人々の力と彼らの権利と尊厳を求める運動が今なお主権国家に覆われた世界で、境界を越えた境界を越えた民主主義と人々の権利を作り出し、新しい共生の在り方を身をもって示してきました。今この場に集う、そして日本各地で入管法改定案の廃案と
難民や移民の人たちの権利と尊厳を求めてきた私たちは、確実にこうした世界的な、また歴史的な民主主義の実践に連なっています。はっきり言いましょう、もはや昭和ではないし、ましてや戦前でもありません。2023年の共生のあり方、民主主義の力を示し、今度こそ入管の戦前反民主主義的なあり方を私たちの手で永遠に葬り去りましょう。そうです、どうもありがとうございました。移住連理事の酒屋さすがありがとうございました。次は、渡辺翔吾さん、渡辺翔吾さんに、お話しいただきます。渡辺翔吾さんは全国難民弁護団連絡会議代表でいらっしゃい、参議院法務委員会のメンバーでもあります。よろしくお願いします。こんにちは、すいません、参考人でございます、すいません、失礼いたしました。全難連の弁護士の渡辺です。今日ですね、全難連では、全国難民弁護団連絡会議では、廃案を求める声明を発表させていただきました。もう今日出さないとですね、本当に我々の意思が、きちんと伝えられていかないというふうに思いまして出しました。そこの根拠はですね、もうここでずっと語られているその法案のですね、立法事実が完全に崩壊をしていると。皆さんもご承知の通り、一部の参与員の発言をもってですね、しかもその発言は歪められて、かつ全く一部の偏派な人の発言をですね、根拠に難民がほとんどいないというような曲げられた事実に基づいてですね、審理がされてきていたという事実。そしてもう一つは、先日明らかになった大阪の医師、大阪入管のですね、医師の酩酊状態での診療ということが明らかになりました。これはすでに今年の2月、1月、2月頃から明らかになっていたと、入管内で明らかになっていたということです。その事実を隠蔽して審議が進められてきたということは、国会の審議をですね、完全に入管がねじ曲げ、隠蔽の元にですね、進めさせてきたということが明らかになったわけですね。こういうもとで、なぜその衆議院の法務委員会の人たち、衆議院の人たちがこの法案審議において我々は騙されたというふうに思わないんでしょうか。参議院においてももちろんそうです。法務委員会で野党がこの法案に反対をしているわけですけれども、なぜ与党の人たちは自分たちの判断をミスリードしたと、間違って我々を誘導したというふうになぜ思わないんでしょうか。やはり与党の議員の人たちがですね、入管によってその判断を歪められた、愚弄されたというふうになぜ思わないんでしょうか。私たちはこの法案に反対です。それは私たちの目の前に、弁護士の前に相談に来る多くの難民申請者の中に本当に保護が必要な人たちがいるからです。この日本に難民がほとんどいないなんていうことは全く事実に反しています。私は92年から30年ぐらい30年以上ちょっと難民の事件に関わってきてるんですけども、多くのミャンマー人、そしてトルコのクルドの人たち、私は担当ではないですけれども、トルコのクルドの人たち、そして中東の人たち、アフリカの人たち、多くの難民排出国からの逃れてようやく日本にたどり着いて、日本は自由で民主主義の国家だというふうに日本を信頼して難民申請をして、ようやく保護が求められる、安心してここで定住することができる、自分の命を長らえることができるというふうに思ってきたんですね。しかしその期待は裏切られ続けてきました。私たちは彼らの期待に応えることがずっとできないでいました。その状況をですね、変えることが今日本に求められています。それができないままにですね、送還だけをやっていこうとする、入管の力だけをですね、強固なものにしていくというような法案はですね、今の日本にとっては無用です。
不要です。こんな法案はいらないんですね。もしこの法案が通るのであれば、私は日本は難民条約締約国から撤退すべきだと思います。難民条約締約国としてこれは恥ずべきことなんですね。3回目の複数申請者の送還をするということだけではないです。1回目でも重大犯罪の人について送還できるという条項を入れました。これは明らかに UNHCR も難民条約に違反していますというふうに言ってるんですね。そういう条項を入れてしまってはいけないんです。採用してはいけないんです。我々は難民を保護することによって真の外国人の人たちの人権も保障されるというふうに思います。そして難民や外国人の人権保障がされるというその社会こそが私たち国民の日本国民の人権をも保障するものだと思っています。そういう制度がですね、出来上がらなければこの日本はの将来はないというふうに思います。やはりこの法案は廃案しかありません。今何度か本当に徳田原に足をかけている状態で我々はいますけれども、なんとかもう一度廃案にですね追い込むために最後の力を尽くしたいというふうに思います。ありがとうございました。全国難民弁護団連絡会議代表の渡辺翔吾さんでした。ありがとうございました。ちょっと再びまたここでコール入れていきたいと思います。ライトの準備よろしいでしょうか。前に立たないで下から飛んだよ。もう一回行きまーす。コール行きまーす。入管法の解約反対。強行採決絶対反対。
ありがとうございました。皆さん水分補給しっかりお願いします。結構声出してると喉がやられるので水分補給お願いします。それからですね、もし体調悪いという方いらっしゃいましたら、あの救護車、桜田門の方にいますので、あの全然遠慮することはありませんので、あの言ってください。それからですね、今あの刑法性犯罪法の改正、これがですね入管法の改悪が間に合わないとそっちができないじゃないかというふうな、なんかおかしいこと、なんかこう比べられないというか、どっちも大事なことをまるでバーターのように言っている人たちがいますが、それっておかしいと思いませんか。バーターになんかしちゃいけないことですよね。さっさと廃案にすればいいだけですよ、こんなの。さっさと廃案にして刑法性犯罪法の改正をすべきですよね。そっちを審議すべきです。なぜこのさっさと廃案にしない、長引かせてるのどっちですか。さっさと廃案にするべきこと、こんな法的根拠も崩れ去った今、虚偽の嘘っぱちのことばっかり起きている今、酔っ払った医師が推察している状況を隠していたことが分かっている今、こんなの廃案にすべきですよ。さっさと、何もこんなの考えるままでもない。それよりも本当にさっさと性犯罪法の改正審議しろ、そういうことです。私たちはどちらかと言っているわけではありません。廃案にし審議しろ、そういうことです。その声もどんどん発信していきたいですね。はい、なのでファックス、メール、電話、皆さんぜひ帰った後もまだまだちょっとお疲れになると思うんですけど、戦いは続きます。最後まで諦めない、最後までもう一声もう一声上げていきましょう。それでは、次の、登壇者の方お願いしたいのですが、次の方がですね、ちょっとあのかなりリスクを持たれている当事者の方がちょっと登壇されるので、本当に申し訳ないんですけど、カメラの方をちょっとオフ、下げていただけないでしょうか。かなり本当にリスクをお持ちの方がこれから登壇されるので、あのぜひあの安全、あのその人たちの安全のため、その人たちの家族の安全のために、カメラオフにお願いいたします。申し訳ありません、ちょっとあのカメラオフタイム時間を取りたいと思うんですが、大丈夫そうですかね。国会前緊急行動に参加の皆さん、ちょっともう時間もですね、最後になりました。皆さん見てもらったら分かりますように、まあ、この入管法改悪反対の戦いはスタート確かに少し大丈夫かなっていう感じはあったんですよ。しかしながら日に日に、声を上げる人が増えてきました。国会前での執刀員、それを続けていくわけですけれども、そこだけではなく全国各地で一人でスタンディングしたり、一人でプラカードを持って立つ人もいます。そういう人たちがですね、つながり合ってるという実感が出てきました。そして今日も、昨日一昨日ですよ、集会やったの、ここに集まったの、またたくさん集まりました。皆さん見てください、スピーカーもバーチャルアップしました。隅から隅まで聞こえるようになりました。いいでしょ。で、明日です。明日やはりこの法務委員会が明日行われれば採決ということになる動きが出てきています。私たちはこの戦う野党を一人にしてはいけません。私たちがしっかりと支えていく、声を上げていくことが必要だと思います。国会内は議員だけでやってるわけじゃないんです。私たちがいるんです。そして私たち声を上げられる者がしっかりと声を上げることが、声を上げられない人、顔を映すことができない人、姿を見せることができない人、投票権の持たない人、国民という言葉ではくくることができない、そういう人々のことを一緒になって声を上げること、それが私たちに
やるべきことではないでしょうか。私今石橋さんやお父さんここにいらおられます。一緒に戦いましょう。明日は10時から公民会で、私たちも10時から始めます、人に始めますと出しましたけど、私たちは準備するものは9時15分には来ています。9時15分には来てますからね。9時15分に来いって言ってませんよ。9時15分には来てます。みんなで一緒に戦いましょう。私たちの声は決してここだけの声じゃない。全国各地とつながり合った入管法改革反対、入管法改革どうの声なんです。ちょっとだけまだあと一声喋りますけども、はじめにやっぱり立ったからには一緒に入管を改革ノーをやりましょうか。入管を改革と言いますからノーという声を皆さん光も一緒に上げながら、私こんなの言うの初めてだね。だから楽しいね、光を上げてください。本当私も入管法改悪反対ってやった方がリズミカルでいいかもしれませんけど、いつもの私のスタイルでやらせていただきます。入管を改悪と言ったらノーと声を上げてください。あ、もらっちゃった。入管を改悪って言ったらノーですよ。いいですね。今のはフェイントじゃありません。いいですか。いきますよ。入管を改悪、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 入管を改悪。私たちのノーや反対は決して否定的な言葉ではありません。私たちがこれから求めていく、あるいは必ず実現をしていく、違いを尊重し合う、労使対等原則が担保された多民族多文化共生社会、誰一人取り残されることのない社会を実現していくための反対やノーなんです。ここで今しっかりとノー反対言わないと、先ほど来撮影をすることが許されない、そういう人々の権利を実現することはできません。それはその人たちを救済するんではなくて、私たちと一緒にこの社会を作っていく仲間なんです。その仲間と一緒に作っていくことが、声を上げられない人々、投票権のない人々、この人たちを考えていくことが政治の本分です。そして民主主義の真髄なんです。私たちは入管法改革反対にそのことを示したいと思います。私たちは明日の採決、体を張って戦おうとしている人たちもいる、このことにその人たちを一人一人じゃないということを一緒に示しましょう。そしてたとえどんなに力で押されても、現場で私たちはこれまでやってきた、現場で反撃していきます。現場で体を張って仲間を守っていく、これを私たちはこの30年以上やってきました。しかしこれからもやっていく。そしてこれは国会の今日一番後ろに立っている石橋さんたちをはじめ議員の人たちともつながり合いながらやっていきたいと思います。衆議院、解決だとか解散だとか何とか言っている人もいます。解散やればいいじゃないですか。私たちは戦いますよ。選挙でも戦うし、現場でも戦う、民主主義を進めていく、それが私たちの反対ノーです。みんなで一緒に最後声を上げていきます。明日のために、明日のために反対ノーローを声を上げていきます。入管法改革反対と言ったら反対と繰り返してください。採決反対と言ったら反対と言ってもらっていいです。その一言でいいんです。その繰り返しでいいんです。入管法改革反対、入管法改革反対、入管法改革反対、採決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 反対。私たちは入管法改革に反対です。私たちは仲間と一緒にこれからの社会を作っていきます。違いを尊重し合
多民族多文化共生社会、誰一人取り残されることのない社会を作っていきます。最後に5回入管を変えるのをやります。いいですか、はい、入管を変えよ、入管を変え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 、明日から今日から今から明日から頑張りましょう。鳥一平さん、ありがとうございました。もうこれで鳥一平さんの、ね、実は最後の指名でした。で、今日集まった人数なのですが、なんと昨日呼びかけたのに今日延べ人数4000人、4000人もの人が急遽駆けつけています。この場所に昨日呼びかけたんですよ。すごいことです。これは本当にそれだけ関心のある方、そしてもちろんこの場所に来れなかった人いたと思います。来れなかった人も今ご自宅で地元で声を上げています。皆さん、さっき私言いましたファックス、メール、電話、アクション、これは本当にとても大事なアクションなのでぜひ続けていきましょう。よろしくお願いします。入管法改悪反対、そしてああ最後の最後に時矢法議員が駆けつけてくださいました。時矢法議員、間に合わないと思って今日結構ハラハラしていたんですが、そしてもう間に合わないと思っていたんですが、本当に今汗だくで駆けつけてくださいました。もしよかったらせっかくなので本当に国会で政治家の人たちは孤独な戦いをしているかもしれませんが、仲間はこれだけいますので、私たちは応援しているし頑張ってほしいと願っているので、ぜひ頑張ってほしいと思っています。本当に多くの方々、もうここまで本当に皆さん応援してくださって本当にありがとうございます。いよいよ明日勝負です。これからだと思ってます。これからだと思ってます。私たち議員は命を守るためにここにいるわけです。命を守るためにバッジをつけてるんです。多くの方々がこの結末どうなるかっていうのを待ってると思いますが、もう最後の最後まで戦いますよ。皆さんもご存知の通り、立法事実が根底から覆っている。それはもう先週から毎日毎日いろんな証拠が出てきて、それでも全く動じない政府与党、信じられません、許せません。明日は思いっきり私、野党筆頭理事の牧山ですが、私明日一生懸命もう皆さんのね、もう思いをしっかりと受け止めてしっかり反対いたしますので、どうか皆さん最後まで最後まで頑張りましょう。牧山議員、本当にありがとうございます。駆けつけてくださって、皆さんもう今まさにおっしゃった通りですが、命を守るために議員バッジをつけているこの志を全ての政治家が持ってほしいと思っています。一応この国、建前上差別はいけないというのが常識になっていると思いますが、そう、人間の命は同じです。一人一人の人生があって、夢があって未来があるはずです。その前提には命、安全があるはずなんです。その人たちが安全安心にこの社会で暮らしていけるように、ぜひ政治家の皆さんに頑張っていただきたいということを、ぜひメール、ファックス、電話で伝えていきましょう。まだまだ明日まで時間あります。明日勝負の日とおっしゃっていますが、まだ時間あります。メール、ファックス、電話やっていきましょう。それでは本当にこれでおしまいにしたいと思います。人数、延べ人数4000人でした。
ました。そしてですね、ちょっとお知らせがありますが、まずお落とし物が届いておりますので、これはコードですね、多分充電コードから何かのコードが届いていますので、もしコードないよっていう方いましたら、ご連絡ください。それから皆さんお帰りの際、足元等忘れ物がないように、昨日はリュックサックの忘れ物があったのですが、結構皆さん大きい忘れ物をされていきますので、忘れ物ないようにお願いします。それからお帰りの際は、右方向、国会に向かって、右方向というか正面の道の方はですね、桜田門駅の方向に向かって、ご安全にお帰りください。それからですね、国会議事堂を向かって左側の方は、霞ヶ関駅、国会議事堂駅の方に向かって、少しずつ、お帰りください。どうか押し合わないようにご安全に、それから足元、注意をしながら、忘れ物がないように、ゴミもぜひ持って帰っていただけると大変ありがたいのですが、ゴミも持って帰っていただきながら、ご安全にお帰りください。